皆さんこんにちは。材木屋の安田すがれ、おやじの八田金也です。はい、すがれの八田宗司です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、非常によく似ているクス、そしてタグについて特集していきます。はい、本日おやじさんご紹介するのは、はい、クス。ずーっとね、うん、ずーっと名前、9枚、うん、そのうち1枚だけ違う木があります。ほう。それはタブっていう。タブ、うん、あのベニタブって言うんだけど、おこれですね。あ、これ、はい、うん、お、ね、非常に似てる、うん、そうですね。ちょっと一見わかんない。違和感ないです。うん、一見というかよっぽど見てもわかんないっていう、うん、ほとんど違いのない木なんですけど、ほう、これはあのベニタブって言います。ベニタブ、うん、ベニタブどちらで取れる？九州が多いけど、白タブ、ベニタブっていう、まあ2種類あって、うん、で白タブはこういうあの名木には使わないです。へー。でベニタブが生産してからの狂いも少ないし、うんということで、あのよく使われるし、まあまあ人気のある木ではあります。おお。しかし、ただわかんないもんね。わからない、はい、こういうね、そう、木の出方も似てますよね。こういう木もね、似てるし、色味も、うん、それから側の部分っていうのは、柄はね、ここらもうん、そのあたりも似てるし、こっちも似てるよね。似てます、うん、これだけ似てるとどういうふうに見分けるもんなんですか？うん、まあ材木屋の、まあ、上等手段としては匂いです。匂い、はい、おお、匂い、匂いで見分けるっていうのをよくやります。よくやる、うん、で、あのちょっと見ていただくと、はい、ここはね、少し削られてる。あ、そうですね、薄いですね、うん、表面がね、うんうん、ペーパーかけてあるんですよ、うん、オイルが塗ってあるんだけど、はい、そいつを一回剥がして、ここで匂いを匂い嗅いでみたら、うん、クスは本当に小脳の匂いですから。ああ、そうですね。まあまあ精細してる時もすごい強烈な匂いがするんだけど、クスはその点匂いしない。あ、タブね。あ、ごめんなさい、タブはね、ベニタブは、うん、匂いしないっていうんで、あ、これはタブだったんだっていう。おお。じゃあ材木屋も見た目からはどうしてもわからない時もあると、うん、はい。それと鼻で見分ける。鼻で見分ける目利きならぬ鼻利きですねほー、ベニタブってあんまり聞いたことがないんですけど、うんうん、蓄積量とか、まあ、流通量って多いもんなんですか？あ、少ないですね。少ない。おお、うん。少なくて、逆にあのクスは全国どこ行ってもね、大きなクスが植わってることが多くて、はい、はい、しかもまあこういう使い勝手としては幅が広く取れるので、最近はクスを使われる方も多くて、うん、でもあのタブをくださいって言われても、うん、めったにないと。はあ、そうですか。タブはちなみに大径木取れる？大径木取れます。あ、取れる、うん、ただ産地が限定的、うん、まあ限定的でもあるし、うん、量的にはそんなに多いもんじゃないと。お、白タブと紅タブだとどっちの方が多いもんなんですかね？いやー、どっちが多い、うん、でも使われるのはベニタブなので、うん、白タブっていうともうチップ材にされちゃったりあ、そうなんですか。そんなに、うん、極端に性質が違うので。へえ。同じタブでも全然違くて、より珍しいですね、うん、